スチュアートハイウェイはオーストラリアの幹線道路である。スチュアートハイウェイという名称はヨーロッパ人として初めてオーストラリア銃弾を行ったスコットランドの探検家であるジョン・マクドゥオール・スチュアートの名にちなんでいる。オーストラリアのダーウィンとポート・オーガスタを結ぶ全長2 8 3 4トルの国道である。ノーザン・テリトリーのダーウィンからデイリー・ウォーターまでは 国道1号線であり、そこから国道87号線に変わり、宗教以南の南オーストラリア州では国道 A87 号線となる。オーストラリア大陸のほぼ中央を縦断している。そのほとんどが砂漠地帯を通っており、街と街の距離は非常に離れている。2007年1月1日以前は、スチュアートハイウェイのノーザンテリトリー内では、 町の区間などを除いて速度制限は存在しなかった。つまり事実上速度無制限であった。規制改正後は時速1 3 0トルの速度制限が設けられた。サウスオーストラリア内の区間は市街地を除き時速1 1 0トル制限である。フライングドクターはオーストラリアで小型飛行機を利用して病院から遠く離れた患者を移送する事業である。 このサービスを実現するために緊急時には、スチュアートハイウェイの道路を滑走路として利用する。ストライプなどのサインが入った着陸するための設備が整った区間では、警察が道路を封鎖することで利用可能となる。スチュアートハイウェイを走行する、ソーラーカー都会チャレンジャースチュアートハイウェイは、世界的なソーラーカーレースである、ワールドソーラーチャレンジのコースとして使用される。 1987年に第1回大会が開催されゼネラルモーターズのサンレーサーが優勝した。2005年のヌオンソーラーチームのヌナゴや2009年大会の東海大学のソーラーカー、都会チャレンジャーのように南オーストラリア州内での巡航速度が時速 110km に達した場合には、 太陽電池の搭載面積制限を縮小するなどのレギュレーション変更が行われる。レースはダーウィンからポートオーガスタを経由し、そこから先はポートウェイクフィールドドを通ってアデレードまでの約 3000km のコースで行われる。ありがとうございます。